瀬戸市、コミュニティバスは、愛知県瀬戸市で運行している、コミュニティバス。運行委託先は、名鉄西部交通、安心ネット愛知、瀬戸自動車運送。なお、年末年始は、全便運休となる。既存の鉄道、バス路線となるべく重複しないような路線網となっている。名鉄バス運行路線なお、下半田川、片草、岩屋道、薬草駅には、 過去に JR 東海バスの路線が運行されていた。JR 東海バス運行路線、名鉄西部交通運行路線安心ネット、愛知運行路線セット自動車、運送運行路線現在は全路線とも9人乗りのジャンボタクシーによって運行されている。2008年4月までは、名鉄バスは三菱不走、エアロミリ ME、JR 東海バスは、日野、 ブルーリボン式と日産ディーゼル UA を使用していた。塗色の変更はされていなかったが、前面に、瀬戸市、コミュニティバスと書かれたバスマスクをつけていた。市場会では、名鉄バスは三菱不装、エアロミディ MK を使用していた。愛知県内の市町村における自主運行バス等の運行状況についてによると、 平成21年度の1日あたりの利用者数は0.3人から4.9人であった。ありがとうございます。